計算は完璧。落ち着いていこう。運動をした。まずスキルカードシステムについてご説明いたします。戦闘に参加する生徒たちは EX スキルカードを1枚ずつ持っています。そのうち3枚のスキルカードがランダムにドローされます。そして好きなカードをタッチするとスキルが使えます。スキルを使うためにはその分のコストが必要ですが、コストは自動的にチャージされていき、ゲージに表示されます。移動します。前方に敵が集まっているのが見えますね。鈴見さんのスキルは集まっている敵に使うと効果的。スキルカードをタッチした後に集まっている敵。天罰の光を。無駄よ。次の目標地まだ終わらないわよ。では優香さんのスキルを使ってみましょう。優香さんのスキルは自分自身を強化するタイプですので、スキルカード。悲しみも怒りも全て因数分解してやるわ。計算通り完璧。なんだか戦闘がいつもよりやりやすかった気がします。やっぱりそうよね。先生の指揮のおかげで普段よりずっと戦いやすかったです。なるほど、これが先生の力。まあ連邦生徒会長が選んだ方だから当たり前か。それでは次の戦闘もよろしくお願いします。先生、もうシャーレの物質は目の前よ。今この騒ぎを巻き起こした生徒の正体が判明しました。ワカモ、百鬼夜行連合学院で停学になった後強制局を脱獄した生徒です。似たような前科がいくつもある危険な人物なので気をつけてください。あらら、連邦生徒会は来ていないみたいですね。まあ構いません。あの建物に何があるかは存じませんが、連邦生徒会が大事にしてるものと聞いてしまうと壊さないと気が済みませんね。はあ、久しぶりのお楽しみになりそうです。計算はここはもう安全です。落ち着いていこう。生徒たちは遮蔽物を発見すると自動的に隠れている間は敵の攻撃を大幅に防ぐことができるため、この遮蔽を効果的に活用することも戦闘の方。しかし隠れることができない生徒もいますし、遮蔽物が敵の攻撃で壊れる恐れも。無駄よ。隠れます。まだ終わらないわよ。騒動の中心人物を発見、対処します。連邦生徒会の子犬たちが現れましたか。お可愛らしいこと。移動します。逃しません。攻撃します。単なる計算結果に過ぎない。まだ終わらないわよ。私はここまで、あとは任せます。逃げられてるじゃない。追うわよ。いいえ、生半可な行動をしてはなりません。私たちの目標はあくまでもシャーレの奪還。
このままシャーレのビルまで前進するべきです。うん、まあいいわ。あいつを追うのは私たちの役目じゃないってことね。罠かもしれませんし。はい、建物の奪還を優先に。このまま引き続き進むとしましょう。ありがとう。進んでください。まだ終わらないわよ。閃光弾投擲。隠れるわ。支援。よし、建物の入り口まで到着。この音は。気をつけてください。巡航戦車です。逃しません。クルセイダー1型、私の学園の正式戦車と同じ形。不法に流通されたものに違いないわ。 PMC に流れたのを不良たちが買い入れたのかも。つまりガラクタってことだから壊しても構わないわ。行くわよ。あちらに気を取られてる間にちょっとお邪魔しますね。クルセイダー戦車の相手をしなければなりません。クルセイダー戦車は防御タイプが重装甲の敵なので、かすみさんのスキルが貫通型ですので。撃ち抜く。まだ終わらないわよ。隠れるわ。支援を。単なる計算結果に過ぎないわ。撃ち抜く。無駄よ。お疲れ様でした。着いた。はい。シャーレ、物質の奪還完了。私ももうすぐ到着予定です。建物の地下で会いましょう。これが一体何なのか全く分かりませんね。これでは怖そうにも。あら、あら、あららら、お待たせしました。何かありましたか？そうですか。ここに連邦生徒会長の残したものが保管されています。幸い傷一つなく無事ですね。受け取ってください。はい、これが連邦生徒会長が先生に残したもの、システムの箱です。普通のタブレットに見えますが、実は正体のわからないものです。製造会社も OS もシステム構造も動く仕組みのすべてが不明。連邦生徒会長はこのシステムの箱は先生のもので、先生がこれでタワーの制御権を回復させられるはずだと言っていました。私たちでは起動すらできなかったものですが、先生ならこれを起動させられるのでしょうか。それとも
では私はここまでです。ここから先は全て先生にかかっています。邪魔にならないよう離れています。ステラにはいちごミルクよりバナナミルクの方が、はあ、まだたくさんありますよ。むにゃ、まだですよ。しっかり噛まないと。はい、でも常駐しているシステム管理者でありメイン OS、 そしてこれから先生をアシストする秘書です。やっと会うことができました。私はここで先生をずっとずっと待っていました。もちろんたまに居眠りしたりしたこともあるけど。はい、よろしくお願いします。まだ体のバージョンが低い状態でして、特に生体周りの調整が必要なのですが、これから先頑張っていろいろな面で先生のことをサポートしていきますね。あ、そうだ、ではまず形式的ではありますが生体認証を行います。少し恥ずかしいですが、手続きだから仕方ないんです。こちらの方に来てください。もう少しです。さあ、この私の指に先生の指を当ててください。まるで指切りして約束するみたいでしょ。はい、宇宙人の映画のワンシーンみたいですって。実は
これで生体情報の指紋を確認するんです。画面に残った指紋を目視で確認するのですが、すぐ終わります。こう見えて目はいいので。どれどれ、よく見えないかも。まあこれでいいですかね。はい、確認終わりました。え、真面目にやってって手抜きしてるみたいですって。そんなことありません。最近の機械は指紋認識ぐらいは自動ですって。1秒もかからないんですか。私にはそんな最先端の機能はないですが。そんな能力なくてもアロナは役に立ちますから。目でも十分確認できますから。全然信じてないって顔ですね。だったらその最先端のなんとかさんのところに行ってしまったらどうですか。くそ、なるほど、先生の事情は大体わかりました。連邦生徒会長が行方不明になって、そのせいでキボトスのタワーを制御する手段がなくなった。私はキボトスの情報の多くを知ってはいますが、連邦生徒会長についてはほとんど知りません。彼女が何者なのか、どうしていなくなったのかも。お役に立てずすみません。ですがサンクトムタワーの問題は私が何とか解決できそうです。はい、わかりました。それではサンクトムタワーのアクセス券を修復します。少々お待ちください。サンクトムタワーのアドミン権限を取得完了。先生、サンクトムタワーの制御権を無事に回収できました。今サンクトムタワーは私アローナの統制下にあります。今のキボトスは先生の支配下にあるも同然です。先生が承認さえしてくださればサンクトムタワーの制御権を連邦生徒会に移管できます。でも大丈夫ですか。連邦生徒会に制御権を渡しても。わかりました。これよりサンクトムタワーの制御権を連邦生徒会に移管します。はい、わかりました。サンクトムタワーの制御権の確保が確認できました。これからは連邦生徒会長がいた頃と同じように行政管理を進められますね。お疲れ様でした先生。キボトスの混乱を防いでくれたことに連邦生徒会を代表して深く感謝いたします。ここを攻撃した不良たちと停学中の生徒たちについてはこれから追跡して討伐いたしますので、ご心配なく。それではシステムの箱は渡しましたし、私の役目は終わったようですね。もう一つありました。ついてきてください。連邦捜査部シャーレをご紹介いたします。ここがシャーレのメインロビーです。
長い間空っぽでしたけど、ようやく主人を迎えることになりましたね。そして、ここがシャーレの部室です。ここで、先生のお仕事を始めるといいでしょう。シャーレは、権限だけはありますが、目標のない組織なので、特に何かをやらなきゃいけないという強制力は存在しません。キボトスのどんな学園の自治区にも自由に出入りでき、所属に関係なく、先生が希望する生徒たちを部員として加入させることも可能です。面白いですよね。そうサブとは呼んでいますが、その部分に関しては連邦生徒会長も特に触れていませんでした。つまり、何でも先生がやりたいことをやっていいということですね。本人に聞いてみたくても、連邦生徒会長は相変わらず行方不明のまま。私たちは彼女を探すのに全力を尽くしているため、キボトスのあちこちで起きる問題に対応できるほどの余力がありません。今も連邦生徒会に寄せられてくるあらゆる苦情、支援物資の要請、環境改善、落第生への特別授業、部の支援要請などなど、もしかしたら時間が有り余っているシャーレなら、この面倒な苦情の数々を解決できるかもしれませんね。そのあたりに関する書類は先生の机の上にたくさん置いておきました。気が向いたらお読みください。すべては先生の自由ですので。それではごゆっくり。必要な時にはまたご連絡いたします。ええ、サンクトムタワーの制御権を連邦生徒会が取り戻したことを確認したわ。ワカムは自治区に逃げてしまったのですけど、すぐ捕まるでしょう。私たちはここまで。あとは担当者に任せます。お疲れ様でした、先生。先生の活躍はキボトス全域に広がるでしょう。すぐに SNS で話題になってしまうかもしれませんね。これでお別れですが、近いうちにぜひトリニティ総合学園に立ち寄ってください、先生。私も風紀委員長に今日のことを報告しに戻ります。ゲヘナ学園にいらっしゃった時はぜひ訪ねてください。ミレニアムサイエンススクールに来てくださればまたお会いできるかも。先生、ではまた。これは困りましたね。なんだか慌ただしい感じでしたが、ある程度落ち着いたみたいですね。お疲れ様でした。はい、でも本当に大変なのはこれからですよ。これから先生と一緒にキボトスの生徒たちが直面している問題を解決していくのです。単純に見えても決して簡単ではない、とっても重要なことです。それではキボトスを、シャーレをよろしくお願いします、先生。それではこれより連邦捜査部シャーレとして最初の公式任務を始めましょう。